今日はですね、またビータ実況をしていくってことですが、もしかして壊せないので、また新しいビータ実況をやっていきましょうか。はい、新しい世界で電車対応ワールドできました。じゃあハードモードでやっていきましょうか。読み込みが長いですが待っててください。もうそろそろですね。今日は結構動画が長くなるのでちょっとですね、それまで見てみてください。どんな世界に行きますかね。あ、来ます、次行きます。多分次の世界で、こんな読み込みが早いってことは世界に着きます。じゃあ世界にレッツゴー。あ、まだでした。長いですね。はい、来ました。木がリスポーンってちょっとびっくりです。が、まあ木集めはいっぱい知っておかないとやばいですよね。作りました。はい、こうしてマイクラビータ実況パート2ですね。これこれで40いきます。20足す20で40になりますので、じゃあですね、あ、あそこの木が、はい、いっぱい掘ればいっぱい掘るほど木は手に入るので、急いで拠点も作っちゃいましょう。じゃあやっていきましょう。24ってことは、64ちょうど。結構木が壊れてきましたが、2スタック目いきましょうか。
クラフトして作業台の完成。それで何かスケルトンの音がしましたね。いや間違えました。作るのは慣れてますよね。切れたら洞窟にスケルトンはいいんですかね。はい、結構です。いけたんですが、まだですね、作るものが結構ありますので、あと一応ツルハシを作って、棒を作って、これを並べて、それでシャベルの完成。はい、結構いけますので、じゃあ次はですね、拠点を作っていきましょう。ドアってどうやって作るんでしたっけ。9-6ってことは何でしょうか。何個のか、これで拠点をどんどん作っていきます。ちょっと登れないようにしときましょう。家ができるまでやっていきましょうか。チェストも作っときましょう。はい、本当切れたらごめんなさいね。はい、チェストが完成しました。肉が手に入りましたね。肉は大事なのでね。あ、間違えました。いやー、そこまで飛びます。よし、行けました。
応できました。まあ小さい家なんですが、これで完成です。ちょっと地図を見てみましょう。はい、ということで、はい、それではバイバーイ。バイバーイ。